式内社の一つの神社ですね。駐車場はね、結構広く見るあるので、おそらくこう、困ることは多分ないと思うんですけど、渡り橋があった水路がありますね、ここ。で、ここの神様はね、あんまり聞いたことがない神様だと思うんですけど、うん、大尻人の御子と、海津の御子と、なしとみの御子とですね、を祀ってます。で、天の小屋根の御子との孫である、大尻人の御子との末裔がここでお先祖様を祀り始めたというのが、始まりみたいですね。尾身神社と野見神社の両方ということみたいですね、なかなか昔のこれ歴史的な部分ですね。祖先を祀る神社です。なんか狛犬さんが冬のなんかこう棒なんちゅうのか、私たちで言えばコートみたいなの着てると言えばいいのか。まあ雪囲いって言えばいいのか、なんて言えばいいのかですね。式内社を行くとね、歴史が分かって面白いです。祭銭はここで、多分ここ神楽殿、拝殿と言われてるところですけど、多分これ雪囲いなんですよ、で、後ろにあ、ここが神仙殿か何かで、こうソレイ殿と、あれ神仙殿ですね、なってるみたいですね。不思議な作りですね。後ろの方で、こちらが本殿ですね。拝殿から上がってきても雪囲いとかしてますけど、雪が降る地域はここ囲わないとね、大変なんですよ。で、東と西の殿があって、ちょっとこう、もうこう多分雪囲い対策ですね、雪対策でこうなってると思うんですけど、ここまで上がってくる人はそうそういないんでしょうけど、雪の降る地域は大体こんな感じですね。その上の屋根は後でできたもので、もともとはこの下の方のですね、からだと思うんですけど、